代表取締役社長志村陽文、ファーストビレッジ株式会社は、東京都中央区銀座八丁目に本拠を置く、オーナー経営者に特化した経営コンサルタント、企業である。 また、ファーストビレッジ経営者クラブを主催し、ビジネスマッチングや顧客紹介など多岐にわたる営業支援を行う。代表の市村博文は、野村証券で数々の営業新記録を樹立して、伝説の営業マンと呼ばれ、当時最年少の支店長に抜擢されて、全国再開の支店をわずか1年で、日本一の支店に生まれ変わらせるなど卓越した手腕を発揮した。その後、 神戸証券に展示、代表取締役社長として、株式上場に導く。その間に培った経営者人脈を中心に、4万、数千社に及ぶ法人ネットワークを構築するとともに、これまで250社を超える企業の IPO に関与している。ファーストビレッジ株式会社は、市村が2007年に設立。自身の実体験を活かし、 特に発展途上のオーナー経営者や若手経営者のサポートに主軸を置いて、中堅企業の成長支援や上場準備対策など多岐にわたるコンサルティングを行うとともに、ファーストビレッジ経営者クラブを主催して、企業同士、あるいは異業種間のビジネスマッチングや顧客紹介など様々な営業支援活動を展開している。業務提携先は450社を超える。特に、 一村が講師を務める軽井沢2泊3日の特設経営者合宿は現気委員の若手経営者の間で密かなブームとなっている。また、管理職研修や営業力強化研修をはじめ、自衛隊幹部 OB による新入社員、若手社員を対象とした意識変革と行動改革社員強化研修など社員教育プログラムについても極めて高い評価を得ている。社名の ファーストビレッジが意味するところは和訳そのままの最初の村である。市村の原風景の記憶にある子供の頃に育った茨城の田舎の賞賛の文化。頑張った人を純粋に褒めたたえ、我がことのように喜ぶと同時に自分もそうなろうという夢を抱く。称えられた人は次の目標にチャレンジする意欲を湧き立たせる。そんな賞賛の文化を ビジネスの世界で創造することで日本の経済を活気づけたい。同じ志の人が集まる村を作り、その最初の村を火種に賞賛の文化を世界に広げていきたいという意味が込められている。市村広文の一村にもかけている。シンボルマークはファーストビレッジの F と V からなる勝利のビクトリーカップをイメージしている。F の切れ込みのイエローは 勝利を目指すコーポレートカラーである。デザインは世界的 CI デザイナー、現代芸術家の稲吉博美氏。ありがとうございます。